令和3年4月4日、阿蘇市浪野の中江神楽殿で、この地域に伝わる伝統芸能の中江岩戸神楽の今年初めての定期公演が開催されました。中江岩戸神楽保存会主催の定期公演は、10月を除く毎年4月から11月までの第1日曜日に開催されていますが、昨年はコロナ禍で11月の1回しか開催できず、この日は2年ぶりの4月の定期公演となり、感染症対策を取りながら開催されました。まず、浪野の子ども神楽クラブの小学生による御法令誌に始まり、激しい舞が見どころの平国や、神様と人との運動会とも呼ばれる、まさかきを引っ張り合う芝引きなど、5つの演目が披露されました。中江岩戸神楽の定期公演は、来月5月以降も開催される予定で、10月を除く11月までの毎月第1日曜日の午後1時からとなっており、入場は無料です。